自衛隊体育学校自衛隊体育学校は、陸上自衛隊朝霞駐屯地内に設置されている、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊の共同の機関の一つである。自衛隊員の体育指導に必要な知識を呼び、技能を習得させるための教育訓練を行うと、共に体育に関する調査研究を行うことを任務とする。 1964年東京オリンピックの開催を控え、江崎雅美防衛庁長,長官の発案により戦前の陸軍と山学校をモデルにして計画され、部隊等における体育指導者の育成、オリンピック等国際級選手の育成、体育に関する調査研究の3つを目標に掲げて1961年に設立された。下記に示すように現在までに オリンピック金メダリストを含む多くの選手を排出している。専用のグラウンド、体育館、屋内プール、射撃場など充実した設備を保有している。また、自衛隊で唯一、馬を飼育しているため、馬術が必須である近代五種競技の訓練も可能である。体育学校に対する指揮監督は、陸上幕僚長を通じて行われる。主な訓練設備は次の通りである。 2012年ロンドン五輪レスリング競技、男子フリースタイル 66kg 級決勝戦で、相手を持ち上げ、投げつけた、瞬間のヨネミツタツこの勝利で獲得した金メダルは日本にとって、夏季大会通算400個目となったほか、一大会で最多の38個目となるなど、記録尽くしであった。ありがとうございます。